皆さんこんにちは、柚月史郎です。はい、今回もスタデューバレーやっていきたいと思います。資材ね、何が必要か見て家の方アップグレードしてもいいのかな。だいぶアップグレードするまで時間かかりましたけど、ついにアップグレードいたしましょうかね。さてで、スプリンクラーが水をまいてくれてるはずだから、あ、古代のフルーツや、やった、取れたね、ありがたい。で、ちょっと水やりしてから、バンドルに収めつつ果物の苗木を買って、で、できたらどの材料で家の方アップグレードできるのかちょっと見てこようかな。お金かな、あとは問題は。で、水やりと、ここな、何もないかな、見えないんだな、かかしが邪魔で。よいしょ、さあしっかり水やりさせていただいております。いや今日は忙しいね。まあ金が手に入ったから、これでまたね、スプリンクラーをちょっと入れ替えようかな。高品質なスプリンクラーかな、このスプリンクラーなんだよね。球面に全部巻いてくれるっていうスプリンクラー、これが本当にねありがたくって、作業時間がね、またこれだいぶ大幅にね短縮できますので、ちょっと普通のスプリンクラーと交代かな。あ、列車が来てるって今。あ、かぼちゃができてる、やったね。新しい種も買ってきてもいいのかな。でも秋の15日目だからな、あんまり種買いすぎても育ちきる前に、終わっちゃいそうだから、季節がちょっとそこら辺慎重に、やっていきましょうかね。で、ちょっと水汲んで、10時か、早いな。で、水と、あ、ちょっとかぶってたわ。ちょっと忘れないようにしないとな、今日のやること。ここにもあげたよね。で、スプリンクラーがだいぶ水をあげて、カバンがいっぱいだと。カバンがいっぱいだと。よし、ちょっと待って。いろいろやってから、カバンを開けて、あ、やった、金ができた。やったね。これで、スプリンクラーが作れるぞ。で、ちょっとこれ交代しとこう、スプリンクラー、いいやつと。で、まずは水をやってからスプリンクラーの交代作業に入りましょうか。よいしょ、でこれぐらいかな。ああ、カバンがいっぱい、いらないもの売っちゃおう。ナス、古代のフルーツ、ちょっと取っておこうかな。で、ひまわり、トウモロコシ、今回は売っちゃおう。スモモ、ヘゼルナッツは売らないと。で、ついに世代交代。どれで作れたっけ、材料は。クォーツか、クォーツってあったっけ。クォーツ、あ、2個しかない。じゃあクォーツの方もちょっと作っとこうか、延べ棒にしよう。で、クォーツとちょっと準備だけさせていただいてと。一応2つ作っといて、その間に作物をしまっておこう。ナス、トウモロコシ、あとはここに入れるものはなくて果物か。古代のフルーツ初めてだから入れとこうと。で、ぶどう、金色と。ひまわりの種か。8日か、8日だったら植えても育ちそうだね。で、あとはキノコ、これぐらいか。で、メープルシロップ、ミルク、そして、卵と牛乳と。これぐらいでよくって、で、今のうちにクォーツの延べ棒と、鉄の延べ棒かな。これでスプリンクラー、きたきた、2つも作れる、いいよ、やった。で、これでね、世代交代させていただきましょう。ここかな、ここを新しく作ったスプリンクラーに変えて、で、もう1箇所もどこかち
ょっと効率良さそうなところ、あ、ここだ、うーん、ここ交換しとこうっと。いや、こっちの方がいいかな。いや、どっちも同じか。どっちも似たようなもんだ、これ。よいしょ。よいしょ。OK。まあ、スプリンクラー置いといてもいいのかな、ちょっとここら辺とか、空いたところとかに。悩むんだよな、いつも。どうしようかな。いや、でも結構置いてんだな、豆にスプリンクラーも。ここをかぶっちゃう？ここかぶっちゃうね。まあ、これぐらいでいいのかな。あと、ここら辺とかにポロンと置くぐらい？ポロンポロンとこれ。置いとこう。これでいいや。で、ちょっとしまっとこっと。アイテムね。うん。で、あ、そうだ、コミュニティセンターにも行かなくっちゃ。今日は忙しいぞ、これ。ツンドラブーツ入れて。じゃあ、上からぐるっと回っていこうかな、今日。いや、下から行こう。うん。優柔不断な感じですけど。1時半か。あとでここら辺何かあるか見てこよう。で、まずは最初に、苗木を買ってからコミュニティセンターに寄って、いや、苗木を買ってから小石砕いてかな。よし、じゃあ買いに行きましょう。ピエール雑貨店さん、お願いします。で、種はもうよくって、どれがいいかな。春に収穫できるものでしょ。冬はないよね、確か。秋、今だもんね、秋は。今から植えても、まあ、収穫できるのはもう来年だから、じゃあ秋を優先するか。さくらんぼとあんず、さくらんぼ、あんず、買いました。まああとはちょっとお金ができたら夏秋、買わせていただきましょう。やった、これで来年の春には、育てられるかな。もう育ってるの収穫できるかな。クッキーだ、やったやった、ラッキー。よしよし、見てないうち、アメジスト、マジか。これアメジスト手に入った。これさ、独身の気になってるペニーちゃんにプレゼントできるんじゃない。でもハートマーク1個もついてない。しょんぼりだな。ダイヤモンドじゃハートマーク1個もつかないのかな。まあいっか、ここ取ろう。うん、小石砕きに行こう。4つもあるから、中身を取り出そう。だいたい2個に1個ぐらいの確率でさ、新しいもの手に入るんだね。ゴーストクリスタル、これも新しい。で、次どうだ。お、やっぱ2個に1個ぐらいの確率だね。よし、 OK。 で、これをもう寄贈しに行こう、早速。あとはできればこれ斧もね、ツールアップしたいとこだな。お金いくらかかるんだろう。ちょっと寄贈してからもう一回見に行こうかな。うん、これ新しいね。どうしようかな、ここ下、ここら辺かな。はっと、これまだニューってならないね。もっと持ってこないとダメ、ギュンターさん。これ結構だね、ギュンターさん。で、そろそろ斧もね、アップグレードしたい。ツールのアップグレード、これか。あ、鉄の延べ棒5個と5000円か。こっちの方が先の方がいいのかな、家のアップグレードよりも。明日かな、できても。まあ、また次回かな。で、そうそう、そういえばこの後に、小石砕いたでしょ。で、コミュニティセンターでバンドルを、はっ、よし、ゲット。バンドルをちょっとコンプリートできるところがあるから、家のアップグレードもしたいかなとも思ったけど、ツールのアップグレードの方が先だな。で、これで、秋の作物のこれバンドル、これ採取物、ヘーゼルナッツ、スモモでしょ。そして、ブラックベリーでコンプリート。さあ何かな、プレゼント、報酬。あ、秋のこれ種やん、ラッキー。これいいやん、
ちょうど種なかったからさ、欲しかったんだ。よかった。で、4時か。で、ミニモが運んでるな。もうちょっと時間ないから、このまま。ロビンのところに行って、ロビン、一応家のアップグレードどれぐらい使うのか、それだけ聞いてこよう。やってるかな、ロビン。5時で終わり ?4 時、入れた。やーってなってる。ショップって何あるの？あ、そうか、こういう材料か。アンティークとかね、レシピとかか。農場の建築も。農場の建築か。一応今、鶏小屋があって、牛小屋も一応あるでしょ。井戸はいらないし、サイロも一個ある。馬小屋ね。スライム小屋。イリジウム鉱石な、これ。イリジウムの延べ棒か。これがないとダメなんだ。あとはこれ大きなね。これも一応、作りたいは作りたいけど、1万か。高いよね。え、1万だよね。1、10、100、1000万。うん、1万。大きなね、牛小屋とかも欲しいね。この大きな小屋系は、まあ、この鳥小屋だとアヒルでしょ。アヒルが帰って、で、こっちだと羊がアンロックできると。うん、あ、そうそう、家だ、家。家を見に来たんだ。1万か、こっちも。1万円と木材450個か。まあ、延べ棒優先かな、じゃあ。で、これで海に行こう。久しぶりに海に行こう。アイテムは？あ、空いてるね。よかった。で、海の方に行って、ちょっとね、カニ取りかごからいただきましょうか。で、カニ取りかごももう自分で作れるようになったから、あんなとこで休んでる。私、アメジストあげるよ。持ってるから。ペニー、ありがとう。格別な感じね。喜んでる。で、ペニーって、今週のプレゼントは、あ、1個送ったね。じゃあもう一個送れば、もしかしたら、親密度上がるかも。で、海の方に行って、今日のカニ取りかごチェック。まあ、昨日もできなかったからな。洞窟行こうとかって言って。カニ取りかご。何が入ってる？あ、そうだ。カニ取りの餌がないんだ。あ、回収しちゃった。カニ取りかご。ゴミか。で、今ここで釣りしてるってことは、ウィリーも今日売ってくれないもんね。多分営業時間が5時までかな。で、こちら側の浜辺に見に行って、でね、そろそろできれば高品質な肥料も作りたいね。まあ、サンゴとかも結構たくさん手に入ってるから、これで作れるんやないかな。まあ、あとは樹液か。うん。まあ、樹液の方もこうちょっと取ったりねしないといけないな。で、一応今日のやることは大体終わったかな。苗木を買って硝石砕いてギュンターに寄贈して、で、秋のバンドルコンプリートしたでしょ。うん。で、あとは建築物ね、どれぐらいで何を作れるか見てきたと。うん。で、あとはこれベリーの時期ってもう終わっちゃったのかな。なんか取れないね、全然取れなくなっちゃってきちゃった。これそういえばたまにここにいるんだよな、あのぼったくりの女の人。なんか曜日によっているみたい。今日はいないか。何曜日だったかな。1週間に2日来るみたいね。この日とこの曜日とこの曜日に来るっていうねコメントが書いてあったんで、いや、コメントいただきね、ありがとうございます。で、ちょっとこれ、カニ取りかごの方に餌を入れておこうか。で、スプリンクラーも作ったでしょ。あ、チーズ。マヨネーズできてるわ。売っちゃおうと。マヨネーズ、チーズと。で、いらないもの。これぐらいかな、ブラックベリー。これも。微妙だよね。何かに使えるかなっていうので一応入れとこうか。で、銅ができて、銅の延べ棒もちょっと作っとこうか。全然ないもんね。
で、銅の延べ棒をこれで2つか作って、で今のうちにちょっといらないもの入れとこうと。石でしょ、種、あそうだ、ひまわりの種植えなくっちゃ、そうだ忘れないようにしなくっちゃ。でサンゴ入れて、サンゴでしょ、ゴミか、蜂蜜で、キノコって今日の朝取ったからできてないよね、一応見とこない、うん。で本当分かりづらいんだけど、ここにもなんかできてるな。オークいただきます。ん、延べ棒がもうできたかな、プーンと音がしたな。あー延べ棒できてる、よいしょ、オッケー。で、これでしまっておいて、延べ棒も2つ、うん、入れておきましょうか。で、あとゴミはこっちでしょ。で、メガネもいらないと。あとは、はちみつ、オーク、そしてこれ、流木いらない。うん。そうだ、クッキーもしまっとこう。まだ使わないから。で苗木の方も植えないといけないんだけど、どこら辺に植えようかな、あんまり邪魔にならないところがいいな、ここら辺かな、ここら辺に確か植えられるんだよね。他の木と近すぎる、え他の木と近すぎる、そんなバカな、あ近い、ダメダメ、ここはここら辺は、よしいけた。で、ここにも立てとこうかな、近い、ここはよしいけた。でここで秋に取れるようになると、うん。で、あと空いてる場所にちょっとこれ詰め合わせの種植えちゃおうと。暗いな、全然見えないぞこれ。でスプリンクラーがここにあるから、スプリンクラーの横らへんに植えて、よいしょ、巻いてるスペースに置いとこっか。うん、まあ高品質のスプリンクラー置いてるはずだからね、だいぶこれ作業としては楽になるはずなんだよね。だからその余った時間で別のところがこう水まけるんじゃないかな。30個ももらっちゃったもんな、種、詰め合わせの種、これは本当に素晴らしい。うん、よし、これぐらい、もうちょっと余ってるスペースもないかな、だちょっと耕すぐらいか自分で、よいしょ。まあこの季節に一気に全部植えなくてもいいかな、次の季節用に一応取っとこうか。うん、で、あーそうだ、ひまわりの種植えようと思ってたんだ、忘れてた。植えられるかな、空いてたね。でここには植えてあるか、見えないな、全然見えないわこれ、悲しいから見えない。でそうそう、種をまいたから水まいて、で今日はこれぐらいで終わりかな。うん、でこちら側からはいけないか、あここからいける、水あげてんのかな、見えないよ、暗すぎて見えないよ、松明かなんか置いとかないとこれ見えないわ、悲しいかなこれ、12時過ぎてる。ここにもう一個ひまわりの種をちょっと育てよう、よし、あもう一個あったんだ種、結構種あるね。で、これで植えてと、 OK、 松明の方だったかな、キャンプファイヤーかな、置こうかな、見えないや全然、松明キャンプファイヤーを下の方に、夜ってあんまり畑仕事しないけど、それでもこれはひどい状況だ、全然見えなかった。でここら辺にも松明置いといてもいいのかな、ちょんと、うん、よしこれで、寝ましょうか、あ水あげてない、これで水やったら寝よう、もう1時10分だからね。いやー今日も頑張ったな。うん、
いや、金が取れるようになったのは本当に嬉しい限りでございました。はい、ということでね、今回スタディオバレーここら辺で終わりにしたいと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。